道連れ、はい、道連れは、はい、なし？道連れはあります。はい、あります。はい。道連れは強い。あります。よかった、今日名屋さんいる。確かに。おい。そのことはアップデートされてないの？あ、それはもう継続的にオンにしてます。あの考察に入れてもらっていいです。考察。考察に入れて。今オフにしておきましたんで。残ったんで人外ですね、皆さん。今オフにしてましたんで大丈夫です。じゃあ開始しますかね。はい。はい。はい。お、初。ああ、一致したいか。はい。見た人。見てない。見てない。見てないです。米サボ鳴ってるくらいに、あの、アッパー付近通った人、誰ですか？これ。私。あ、二人もいた。じゃあ、高田さんじゃない。じゃあ、脇からいきますか。音質、はい、サントス、スナパイ、ハイブリーさんだっけ？そう。ハイブリーですよね。3人ですよね。はい。たき火、富士宮系、スプラッシュゾーン、ゴミ箱まで一緒。うん、カフェテディア名屋タンかな、いや梅健さんか、梅健さんとはいて、あの筋トレタスクだけやって、そこからもずっとミーティングで待機します。俺、はい、めっちゃ長くいました梅屋さんで。ドロップシップタンワキが僕、うん、通信旗源ですね。うん、僕が展望台の方直しました。はい、私が通信室の方直しました。時間かかったのは一回あのリフト使ったからです。出てないのがキッチンとあれアッパー展望か。一応俺も入力してたんでどっちかは分かんない。うん、けど源さんと俺が、うん、そう、源さんと俺はほぼ一緒に通信室に到着って感じです。で源さんは左から来たんで、うん、なんかそのジップライン使ったんやろなは分かる。はい、右だったらなんか辞任されそうじゃない、展望とか通信そんだけ行き来してんなら。なんか鉱山引きこもりとかじゃない限り大丈夫だと思う。うん、右でキルできるなら、多分そのあれサントスさんどこやったっけ？私最後通信室にいる、ゲンブリが直したとこにいるよ。うん、いる。だったら多分最後に来たのがサントスさんかな。え、ごめんなさい、展望で直してるの誰なんでしたっけ？はい、あとはこう。一人だけ？一人だけ。だから鉱山引きこもりの場合は俺は容疑者かな。メイヤーさん僕完全に白出せます。まあ、K さんもそうですね、宿舎とかには行ってたとは思うけど、多分いないから大丈夫だと思う、全然。ドロップシップが、アルマ君。ドロップシップ僕だけ、ね、だけど、ただ、その後、海富士と会ってマシュマロ焼いてるから、僕。あれは脇の嘘はないと思う。いや、そうじゃなくて、その場合、ジップラインでゲンさんが降りて切るも難しさやから、ゲンさんに俺から白出せそう。私が行けるのは保管庫ぐらいですね。うん。ナパイさんはい、僕は音質のタスクやった後、音質の右下やって、音質の左上やって、今ミーティングルームの下まで来て。ドロップ焚き火保管庫カフェテリアスプラッシュゾーンです。ドロップカフェテリア焚き火保管庫スプラッシュゾーン。本当に？オッケー。あ、ドロップ焚き火から右に行くのはまあ多分見てもらってると思う。どうなんだろう、これアルメイスナの中じゃん。え、俺？メヤさんはない、ない。ない？はい。おい、一応補足で鉱山には誰もいませんでした。ああ、その下った時に、ね、あ、登った時、そう、ゆっくり登った時ゆっくりなんで見えたんですけど、うん、はいはいはい、鉱山には誰もいなかったです。あの梅健さんに白は僕も打てないから、容疑者多分左で考えたら持っていると思う。ね、うん、アルマックンってさ、焚き火マシュマロやって保管庫行ってまた焚き火通ってスプラッシュゾーン？いや、カフェですね。カフェ行ってカフェの右側からスプラッシュゾーン。あ、ごめん、カフェの左からスプラッシュゾーン。あれ左からスプラッシュしたのか。うん、藤宮君ってどこ行ったんですか、あれから。僕はスプラッシュから出て焚き火で終わりだから、まあちょっと合いそうだけど、うん、まあゴミ捨てから行ってるから、まあ、うん、藤宮が最後焚き火いるのは見てて、あ、じゃあ
不死脈もなさそう、かなりゴミ箱を今回手間取ったから、梅健がね、有馬くんが焚き火でマシュマロやってる時、あのマシュマロの棒を僕があの拾えてなくてもう一回上に戻ってでマシュマロを焚き火の上でマシュマロ焼いてで保管庫行って終わりなんですよ。で有馬くんって僕が上でマシュマロ焼いてるのを見てないんだったら見てない、なんか経路的にはおかしいかな。キッチン脇だった時って結論左組誰ができそうっす、キッチン脇だった場合は。とかキッチン脇だったら藤原君ワンチャンあるかな、まあ、僕もできちゃうけどって感じ、上拾いに行って上で焚き火したんだったら確かに見そうだもん。なんか有馬くんとはちょっと位置が対抗になりそうな感じがする。なんかねシンプル僕は見落としてるだけかもしれないけど、上のタスクと焚き火の上の範囲だったら保管庫焚き火カフェテリアの移動距離だったらやっぱ見えそうだな。いや焚き火な微妙だな、あれ焚き火ってねカフェとこのスプラッシュゾーンの間くらいの位置にあるから、ちょっと一回確認してカフェと、ワンチャン見落としてるかもしれない。まあ富士宮支店でもスプラッシュゾーンから出てマシュマロ焼き始めたぐらいだったから、まあ、アルマと合いそうかなとは思って、あのスプラッシュゾーンの筋トレの部分までしか行けてないよ、左回りね。富士見は見えたよね、俺が焚き火の上いたの。俺は見えてない。あ、見えてないんだ。マシュマロ焼いてたから。ちょっと一回行くわ、現場。多分ね、見えないんじゃないか。こうカフェとスプラッシュゾーンの間のこの通路をまっすぐ右に伸ばした位置ぐらいに多分焚き火があるから。あ、カフェの左側ってことか。左だったらアルメフジワンチャンスナパイさんくらい、ね、あ割とあそうそうカフェの左からスプラッシュゾーンに入って、高田さんキッチン脇の場合は研究室と書いてアルマくんが研究室で切ってカフェテリア移動してとかありそうかなと思ってる。初手研究室は行かないかなって思うけどな、ね、なんとなくね、なんとなくね、確かに行かなそうではない、キッチンで終わった人も行かなそう、やっぱね見えないと見えない、見えなかった、見えないわ、結構距離あるね、ケンさん音質から左行ったと思う、おそらく音質から左、あゲンさん音質だけ、アルハタゲンが音質、アルマが最速で行っててその後ろをゲンさんみたいな感じだったはずで、僕はもうさっきのために卵を拾ってたから研究室に今卵だけ入れに行って戻ってきてるけどゲンさんは来てないから、まあ左に来てるんだったらミーティングがキッチン方向に行ってると思う。あでもミーティング3人でなんか変身ぐるぐるしたからないと思う。ハタフジはね白出るかな。で僕は研究室で卵だけ入れた後、下回りこの研究室の下の なんていうのジャングルの下側の通路からこう通ってて焚き火の方を確認しに行って、ああやっぱ見えないわってなって終わってる。あれ卵ってこのターンはどこですか？いや卵前のターンに麺屋さんと通信あじゃあ展望アッパーのとこで湧いてたからその時に下に戻ってって拾ってる、はい、1個前のターンです。ああそうだね、展望アッパーのとこで湧いてたね一応ね。はい、俺は通次会 K さんと上アッパーの通路真ん中あそこで湧いて僕は上側行って通信室です。 K さんは下降りたと。はい、畑迫さんとキノコのところで会いました。計算してまずそうだね、はい、K さん、そう難しそう。いやミーティングの方に来てないんだったら多分右戻ってると思うけどな。俺はアルマと誰か釣りたいけど、ね、二連容疑者だから、まあ、いや僕初手って結局あれだよ、あの対抗になってないよ今回がさ。ありないけど容疑者だよ。焚き火の上の方まで行ったんでしょ俺今さ、焚き火の上 あのカフェテリアのとこまで行って引き返し行ってんのよミーティングの方に、そこでもすれ違ってないから、いや今マジで僕今いるよ焚き火の上、どうなんだろう。いやすれ違いそうな気するけどな、焚き火越しでも。梅県ってどこら辺？焚き火の今ね焚き火中心の右下ぐらいかな。ミーティングの左上の扉に入れてない。じゃあじゃあ俺もう見えへんわ。俺焚き火の左右上ら辺にいる。あそう、あそこで見えないんだ。あでもねそんな焚き火の右上っつっても焚き火がなんつうのギリギリ見えるか見えへんかぐらいから梅県と俺が合わへんかなって思って。僕はアルマ釣りたいっす。
このマップって待てるマップ？それとも、いや待てないから釣らないでほしい。てかこのマップローラーできないから決め打ちだよ。まあそうか。まあ俺は人外濃厚かなと思って入れてますが。うん、結局対抗にもなってないけどな。うん、まあ負けかな。対抗は。いや、ハタサコ左来てないと思うから、ハタサコで。うん。はい。ナイス。ナイス。ナイス。マットなんで。マットか。マットか。マットか。誰死んだこれ。ゲン、いや、じゃあ、サントさん。サントさんが持ってかれてんだ。はいはい、じゃあだとすると所定できたのが、まあ、梅砂富士かな、ざっくり左だと。で、うん、右側がハイブリハタサコゲンでほぼ白になるから左の方にいるんだったら、うん、だからそこ3択で終わりだよ。そう、梅富士はあんまりなんかそのあでもアルマガマットかどうかか分かんないかな、あれ関係ねえか。そこにいなかったのは事実なんじゃない。でも梅健さんが仮に多分そうだね、うん、なんか死には絶対すれ違いそうな感じはするから、に1個前がなんか梅富士はアルマを釣りに行ってる印象が結構強いから、ってなるとその中だとスナパイさんになるのかなっていうふうに思っちゃったけど、ね、さっきのターンはハイブリさんとメイヤさんってどこでしたっけ。俺はずっとキッチンにいて、あの梅健さんと藤宮がキッチンの右の電気のとこやってるの、うんうん、俺は魚釣りをした後魚を焼いてる。あれ浮いてんねんけど、うんうん、通信脇で、保管室にジップラインで起きてキノコの扉開けて出ていたところやったから、その焚き火の右上らへんって言ってた。ミーティングに行こうとしたし、うん、はいはい。んでも初手切るってキッチンで湧いてるのが濃厚な高田健士が研究室の方に来ないんじゃないかって話じゃなかったの。メイヤさんに聞いてるけど、ん、いや分かんないっす。ただ俺は初手は白出てるんで、てか初手切るの容疑者が、いや違う、いや俺疑ってるからそれを解消しようと思って。研究室の中には来ないかもしれないけど、そっちの通路には行ってる可能性はあるかって感じじゃない。まあそう言われてしまったらそうかもしれない。まあ、俺とサントスさんとスナパイさんで Y って、俺とサントスさんが右に行っててスナパイさんがこっちは来てないから、スナパイさんがどこまで行ったか、うん、まあスナパイさん2キロ目は無理だから、うん、難しいな、うん、さっき K さんに白出したんですけど、アルマが待ったったことから研究室までぐらいだったら行けちゃうんで、ゲンさんが滞在してたら切れるとだけ言ってきます。おう、スナパイさん視点 K さんって研究室まで行けるんですか。いや、もう行けると思います。開幕しかってないね。まあ、弁当があるか。さっきの2キル目、ケンさん2キル目、うん、初手はケイさんは無理よ。うん、そこだって取り合ってるもんね、白。うん、うん、むずいな。ダサコがクルーだったら左側流れてそうだけどって感じ。いいね、アルマにスキップ2票は僕です。あ、そうなんや、うん、あ、ごめん、俺スキップしちゃった。まあちょっと待ちのいいかなっていう感じはする。怖い。ナイススキップ、どっちもありだと思う。これケイ君釣りたいな。ナイスナイス。ほいほい。投票した3人伺っても、はい、A、はい、まあ、藤見やりたいんだ。ケーブリ梅か。うん。藤見はなんで入れなかった？だってスナパイさんって1キル目だけでしょ。うん。だからめちゃめちゃスナパイさん筆頭ではなくない？うん、2キル容疑者になってるんならわかるけど。てか俺はまあ釣れないかなっていう議論をしたつもりだったけど。うん、疲れ詰めるかね。じゃあ一旦さ、1キル目の話はもうどこ行ったかわからないなっていうから、ゲンさんが左に行ったとされてる2キル目の方で話してみたら、うん、2キル目はキッチン側に来てるんだったら俺は結構怪しい位置には入ります、ね、そうだね、うん、で2キル目俺はミーティングで、うん、3人いてないよね。そうね、あ、そっか、ハタサコも2キル目無理か。ハタサコもいるんじゃないの。サコ、藤トス、ハタ、藤ハタトスか、うん、サボを来てからいたからハタサコも弾いていいか、うん、で聞いて聞いて、これだとさ、うん、2キル目に可能だった K 梅健ハイブリが僕に投票してるから僕って白じゃね。いや俺は無理だよ。だって梅健がキャンプにキャンプファイヤーのとこにいるから、うん、そこに行けない。俺が下に行けないから、ね、梅健が確実に初手からカフェテリアでなんか湧いててずっとそっちで隠れてて、うん、一義層とかがない限りは、
俺は保管のところのキノコの扉を開けているので、その照明が取れたはず。焚き火中心付近は結構俺が移動してるから耐えてるかな、うん、割と経明屋あるのか。目安やったら俺に入れてそうやけどまあその経明屋だったら俺も入れて、俺はスナパイさんを怪しんではいるからね。ただ、まあ、スナパイさんの論も分かるから所定で詰めて大丈夫かなっていうのでスキップはしてるけど、その二郎一構成考察に関しては経梅剣ハイブルはどんな風にお考え。今言われてちょっと、ああ確かに1キルだけはもんなとは思ったけど、そうなんだね。名産してて初手切るって K さんは後から来たんですかミーティングに。いや、あ、まあでも、いや K さんは後だけど、初手はね、K さんのね通った道をね何人かが通ってるっていうような感じの議論だったと思うから、その後は結構しばらくミーティングにだから無理そうで、スナパイさん死んだ理由はさっきも言ったけど、梅藤の2人はアルマと対抗しに行ってるからインポスターっぽくないってなるとスナパイさんが浮いてくるかなっていうぐらいの議論。初手アルマがカフェ脇偽装できるんなら、まあ、梅剣さんもこれはあるかな。これ、うん、カフェは俺も開いてるよ初手は。俺ね、これハイブルさんだよ、うん、いるか。ほい。どこだ。どこだこれ。わかんない。僕もね、死体わかんなくって今探してたの。おお。ね。とりあえず、鉱山下のダイヤのところ。バー展望間のダイヤ付近で光って。え、ダイヤどっちから行った？鉱山から降りてった。俺とケイさん同時に出てる。うん、いや、俺も置いてったから。あ、そうそうそう。ハイブリさん出てった後に行って、うん、その時に光った。上ルートから右に行って下に降りて、今リアクターにも到着してる俺。いや普通にもう出たら光った。うん、そう。じゃあ俺が今リアクター行ってる間のキル。うん。ってあのハイブリさん来るの時はそうなる。スナパイさんと迷惑にしろ出せそうだわ。スナパイさんはどっから来たんすか？研究室から。いやてか俺が到着した時点で俺は光ってないね、鉱山出た瞬間は。うん。から俺視点はスナパイさんと迷惑にしろが出せるようになった。鉱山出た瞬間。さんとは温室の上ぐらいですれ違ってる。左に。うん。いや所定ですよね。うん、鉱山出たとこにあるのよね。鉱山出たとこにあるの。左に行ける、うん。ダイヤ付近だね。だからリアクター組は俺スナパイ目やったら俺しかできなくて、だから俺視点はスナパイさんと目役が白、うん。ハイブリさん対梅系ですかね。うんって感じ。で、うん、K さんは無理だかな。タスク中 K さんもねずっと鉱山の中いた気がするんだよな。一応最後に入ってくるのはケイ君だけど、俺が出てった後だから、うん、そうハイブリさん目線は僕がキルして入ってきてないです。うん入ってない、うんうんうん、だからで経明屋で白照明取り合っていてマットが落ちているので僕は白です。オッケーオッケー、うん、じゃあ俺梅剣対抗で大丈夫やと思う。畑坂君は初手で難しそう、2キル目も無理ってなってるから、うん、俺対梅剣かな。か左来てた場合に結局キャンプファイアのところで梅剣が切ってるっていう推理です。弁当どうなってんだ。計算視点って俺無理だよねこれ。無理、うん、割と僕視点は梅剣あると思ってます。中谷さんどうですか。梅剣の場合は名屋さんが何になる、うん、梅剣ね、うん、ありそう。梅剣、うん、ありそう。名屋さんはクルーになる。畑迫君と名屋君が隠しろだよ、うん、どの視点からも。計算ができるのは計算ができるとしたらもう本当だから宿舎にいた時ぐらいしかないけど、どこ入れました中谷さん。梅剣さんしかない。固まったかと思った。よかった。あね、スナパイさんは白っぽいな。そうなんだよ。いや、もう白になった。そうなのよ。ふい。
イスナイスナイス。あ、ケンさん来るの？え、こっちなのか。メイヤーハイブリ、初手ハイブリさん？うん、いや、メイヤー。メイヤーさん？え、どこ？一旦左で切ってて、スプラッシュで死んでるらしい。え？そう、連れてきたんだ。だからマットでメイヤさん連れてない時点に考察してくださいよ。もう言ったじゃないですか。本当に本当に。何のために連れてきたんですか。ゴミ捨てがバグってて、多分俺とケイさんゴミ捨てで10秒ぐらい使ってるから。まあ、そうね、なんか。知らないかなって。いやでさ、あれどうしたらいいんですか。あの半分だけ僕もバグってたんですけど、あれ。なんか横に、そうそうそう、横に引くらしいよ。あ、横にやるんだ。うん、横にポンって引けば抜けるってこと？なんか昨日はそれ言ってた。そうなんだ。もう俺諦めてた、あのタスクバグって。いや、そう、藤宮くんとずっとそこで5秒くらいで、もう、でもね、ケイフジが来る前に俺はもうスプラッシュの左側まで行ってて、キッチン脇ですか、トマさんって。そう、キッチン脇で、あのキッチン何もなくて即スプラッシュ左行ったらメアに切られて、高田健二ダイエットしてた。メアさん切ってから弁当で宿舎の方に行ったの。いや、もう歩いて、歩いて行って、もうガンダで行って、もうずっとミーティングで待機して。多分ね、メアが通過するときに藤宮ケイがその手こずってた感じ、ゴミ箱のとこに行きました。正解見たから。そんな、俺が上に行ってる間だ。あ、なるほど。そう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 、綺麗に、綺麗な全員のすれ違いが、うん、アルマがあの筋トレのところまで行ったっていう風に。いや、そう、ね、だから奇跡的だった。奇跡的だ。破綻しない道を行ったつもりだった。おー、これアルママットかってなった。びっくりした俺も。えー、すげえな。道ずれてない段階で疑えばよかったんですよ。おかしいで、悩みの早い。それだけはやめてくれても。何年人狼やってんすか、ケイさん。じゃあ行きますかね。はい、行きます。